どうも皆さん、お疲れ様です。今回は餌やりの動画ですね。この子は拒食もなく何でも食べてくれるので助かりますね。でも唯一ワーム系、ハニーワームやミルワームはちょっと与えたことがないんですけど、これ与えた方がいいんですかね。それか別に与えなくても大丈夫なんですかね。皆さんのご意見をお待ちしております。今回この子にはレパシーを与えてるんですけど、こうバクって噛みつくんですけど、これ普通なんですかね。それかやっぱスプーンがちっちゃいからちょっとこう見た目コオロギに見えちゃうんですかね。皆さんのクレスたちはどうなんですかね。やっぱこうバクっていく時もあるんですかね。ちなみにこの子はレパシーはマンゴー一択ですね。他の味のレパシーも試したんですけど全然食べてくれないですね。そんなにマンゴーうめえのかなって感じなんですけどね。私的にはバナナの方がうまそうな感じなんですけどね。今回も短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。